柴崎駅から新宿方面に向かい入線つつじが丘駅は東京都調布市西つつじが丘3丁目にある京王電鉄京王線の駅である京王中央管区に所属する最東端の駅で同じ調布市内の仙川駅は京王東管区となる駅番号は5 4旧駅名の金子は駅所在地の旧地名金子村に由来する 金子村は1889年の合併により、上尾村となり、神代町と調布町が1955年に合併して、市政志向し、調布市金室となった。現在の駅名、つつじが丘は、京王帝都電鉄による宅地開発の計画名称がつつじが丘であったことと、国鉄八高線に金子駅があり、連絡運輸の取り扱い上混同する恐れがあった。 ことから解消された。後に駅名に合わせて、つつじが丘駅周辺の町名も、金子から、西つつじが丘、東つつじが丘へ変更された。京上駅舎を持ち、2階部分に改札が設置されている。改札街と北口、南口の地上部及び上下線ホーム間を連絡するエレベーターが設置されており、改札街と南口地上及び上下線ホームとの間には、 エスカレーターも設置されている。トイレは改札内にある。ユニバーサルデザインの一環としての、誰でもトイレは新駅舎への移行に際して新設された。以前は、北口が地上に、南口が地下にあった。校舎はかつて平日23時、休日22時に閉鎖していた時期があったが、後に、始発から終電までの営業とされた。 新駅舎切り替え前は各ホーム間は駅構内の地下道で連絡していた。北口と南口を結ぶ地下自由通路、東ン瀬があり、新駅舎の共用開始までは南口改札口はそこに接続していた。通路には掲示スペースが用意されており、地元小学校の児童が描いた絵画などを展示している。島式ホームに面4000ホームを有する。 京王八王子方面に引き上げ線一線があり、新宿方面への始発、終着列車も設定されている。日中は京王八王子方面の各駅停車は、後発の区間急行、または快速と環球接続した後、さらに後発の特急、または準特急の通過待ちをする。当駅で環球接続した区間急行または快速は、調布で特急。 または準特急と環球接続する。逆に、新宿方面の各駅停車は、特急、または準特急の通過待ちをした後、区間急行または快速と環球接続する。2012年8月19日から、調布駅周辺地下化に伴い、相模原線、京王線の調布駅始発、終着電車については、調布駅、 布田駅間の本線上での折り返しが不可能となったため、当駅まで改装の上3番線で折り返していた。また2013年2月22日より早朝、夜間には調布方面からの快速くつつじがお会期も設定されている。これは従来の調布止まりの各駅停車の折り返しのための改装区間を営業運転しているものである。当列車は3番線到着後、 折り返し調布駅まで改装され、調布始発の各駅停車として運用される。なお、1957年までは、島式ホーム一面二線の廃線であったが、千歳から須山駅のホーム有効調延伸による対比線の廃止に伴い廃線が変更された。主本線は2番線と3番線であり、1番線と4番線は対比線である。当駅始発の各駅停車。 桜上水港最終電車は1番線から発車する。2017年10月2日より接近メロディーが同様、思い出のアルバムに変更された。1.2番線は曲の最後の部分、3.4番線は冒頭部分を使用している。思い出のアルバムは、市内で上楽院の住職を務めていた本田金丸が作曲したもので、上楽院は当駅の南側に位置する。 2020年度の1日平均乗降人員は33,096人である。急行通過駅の仙川駅より利用者が少ない。近年の1日平均乗降人員及び乗車人員の推移は下表の通りである。北口は京王線と並行する国道20号とほど近く、駅前にはバスロータリーが整備されており、人外寺。 人代植物公園方面のバス路線が発着している。線路と公衆街道に挟まれたエリアにはマンションが立ち並び、その仮想会を中心として、食料品スーパーのほかファーストフード店、書店、レンタルビデオ店などの店舗が存在し、西側に駅前から外れたあたりには、居酒屋などが集まる富士見商店街がある。一帯は一般に、 筒子が丘商店会として捉えられ、リニューアルされた立体駐車場がある。甲州街道を越えた北側には、昭和30年代に、京王帝都電鉄が開発、分譲した京王筒子が丘住宅が広がっており、閑静な住宅地となっている。南口は、駅に面する形で旧来からの農地が広がっており、北口ほど、駅前開発は進んではいないが、 駅前にバスロータリーや駐車場、駐輪場等の施設が次第に整備され、また、駅に至る道路には小規模なマンションが建設されるなど、次第に開発がなされている。緑が多いために、野生の鳥なども見られる。京王バスの一般路線バスのみが長年乗り入れていたが、2014年3月26日から北口に、三鷹市のコミュニティバスである三鷹、シティバスが、 2016年10月17日から南口に小田急バスの一般路線バスが乗り入れるようになった北口南口ありがとうございます。